それは残念ながら従うわけにはいきません。ならば力を持ってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマー。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。ファイト。オーライエクスキューション。俺からマーマを奪う権利はない。やっと決心がついた。オーライエクスキューション。オーライエクスキューション。オーロラサンダーアタック。オーロラサンダーアタック。神主、マーマを失って氷河の怒りを受けよ。氷河、くだらぬ感情など捨ててしまえ。この俺に、マーマを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。マーマのことを忘れるなと。お前の心に母への思いで私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真の戦意とは持っている究極の価値をもっとかけ離れたものだ。それだけ。オーロラサンダー神、もうこれ以上あなたに目を震うなどできない。氷河、その稚拙な考えを捨てるのだ。お前の目の前にいるのは敵だ。それが分からない。フリージング、この神湯に陶器を届かせることなど不可能。お前がどうしても進むというのは力を持ち出して止めるしかないのだ。その程度か。今のお前のコスモ、この程度のものなら、こんなものゴールドセイントに挑むつもりだし。黙れ。まだあなたとの勝負はついていない。フリージングコピー、オーロラエクスキューション。フリージングコピー、うわっ、うわっ、うわっ。これは行かなければならないのです。アテナのために、友のために、ビーナスの放棄。オーロラサンダー降りつく。いいな。まあまあ、まあまあ、まあまあ。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。うわあ。今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは
せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠にさらばだ、氷河よ。巨海球を主流に任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのは、かつて幼いアテナの命を救い、反逆者として命を落としたアイオロスの弟、レオのゴールドセインとアイオリアだった。サオリをアテナと認め、忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。サオリさんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。サオリさんは、アテナは死ぬんだ。何？アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて、四死球を通らせてくれ、アイオリア。残念だが、それはできん。言ったはずだ、この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、サオリさんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜ、アイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ファイト、ライトニングスラッシュ、敵の牙を。くっさ、あの冷酷な目は、なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。貴様、くらえ。くっさ、ライトニングボルト、ライトニングボルト、ライトニングプラズマ。陣地優を兼ね備えた、まさしくセイントの鏡のようだったアイオリア。それがアイオリアだ。今はまるでアッシーのようだ。実力もわきまえず、ゴールドセイントに挑戦した。その愚かさを思い知るがいい。声勝てないまでも、あとから来るシリュウやシュンのために、せめて一死を。ライトニングプラズマ、生まれや育ちは関係ない。そう教えてくれたのはあんただ、アイオリア。あの言葉がなければ、俺はセイントにはならなかった。希望を持ち続けるべきだ。奇跡を起こせ、そうあんたが教えてくれた。俺のコスモ。ウィナー、負けられない、アテナのためにも。ちょっと手加減しすぎたかな。マーティ、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。聖夜、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で
人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけカシオス、お前ごとき増票に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。うわバカな、カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア！カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。せいや、手加減はせんぞ。ファイト。アテナはコスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。俺には効かんぞ。俺のコスモよ、アイオリアのクライマーで高まってくれ。貴様が一旦コスモを高めたところで俺を倒すことはできん。カシオスと共に死ねよ。アイオリア、勇敢なセイントというだけでなく人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにもこの命がある限り俺は諦めない。セイヤ、アイオリア、目覚めろ。正義の執事よ。俺には効かんぞ。俺のコスモ、ペガサス流星剣。さまどうせアイオリアの剣を解けるんだ。ウィナー、目が覚めたか、アイオリア。俺のコスモはこんなものじゃない。俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス。カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいる全てのものは生き絶えるのだ。